で、そんな感じで勢いよく降りて、なんとなく触ってて、ちょっと、うん、怖いね。バックシートで釣りするのとか久しぶり、楽しいね。シートが低いのがやりにくかったら上げてもらえば、このポジションで多分もうこの状態が一番ベストだと思う。がっつり座るのは確かに疲れた時ぐらいで、普通に釣りするんだったら多分立ってる方が楽だと思う。じゃあ勝負ね。はい、そっち魚探ついとんじゃけ。ミールとかミンとかじゃない、魚探がついとるか。ダイベルも今日回すために釣らないよ。ダイベルに魚を入れるっていう。あれでも揺れてないね、あんまり。うん、そうだね。まあでけ、散々注意しとるけどね、やっぱり。ああ、もうあの人らもうスピニング持っとるよ。どっちもワッキー投げよってじゃん、あの人。ワッキーか猫よあれ。遠くはよく見える。おい、うるさいよ。絵になってるよ。うん。これも買いですよね、マコさん。あれ、あれ。本当は欲しいくせに。別に全然違和感はないよ。全然そんなフラフラ。あ、ほんま。長いの上手じゃん。嬉しい。今めっちゃまぐれ。今そのまぐれ俺見ただけ。チャタークランク、クランクスピナーベイトよ。ボートの超過って操船でかなり違うんよ。それはね、俺にもプレッシャーかかる。中井、あそこクランク投げんと。ここは一番クランクは行っちゃダメな。大丈夫だって、クランクそんなに引っかかるもんじゃないき、うん、引っかかっても、うん、取りに行けれるのがボート。そうそうそう。でも、多分引っかけたら前の人に何しとんやって怒られる。怒られるよね。あー、もう行かねえけんじゃんか。それだか待ちなんだけど、いい、このいいアングルから撮れたかもしれない。何で釣れるんですか今日。何で釣れる日ですか。いや、すごい黙るじゃん、2人と。釣れんもんなんじゃね。釣れればいいけどね。うん、でもなんか操船的にももう、うん、30分1時間やったらだいぶ慣れるよね。最初は緊張しとるけ上手に乗るけど、慣れてきてから一番怖いかもしれない。あと釣れた時にどうなるかよ ね。絶対寄るじゃろうけ。マジ釣れんな。もう釣るわ。天下の宝刀出すわ。カットテレビで釣れんかったら俺も釣れんわ。無理。釣れた。釣れた。釣れた、釣れた、イエーイ、釣れた。深い、だってそれに言ったもん。どこ。やっぱりあのコネットがいったね。あー、釣れる。おりゃ、はいや、はい。さすがカットテール、さすがカットテール。4インチカットテール、ダウンショット。色はよくわかりませんが、こんな魚です。以上、サンキュー。ポジションわかったよ、あの魚はね。もうワンサイズ大きかったらよかった。贅沢言わない。持ってから取ったの。ギルよ、ギル。まあギルか、あれぐらいのバスよ。釣れないの。
魚探がないけ分からんけど4メーターが5メーターだよ。クラッカーぐらいになると沈む速度で何メーターかはよく分かる。信じとる信じとる信じとる分かりゃせんではじゃまあ信じ込ましとこう釣れた釣れたほら、カットテールの力。カットテールの力？ビジヤマ健康じゃないですか。サイズアップ。さすが、クラチャンネル。天才。サイズアップした？ちょっとだけ。でももっと深いよ。ねえ、すごいところじゃもんね。こんなところなんじゃと思った。かなり深いよ。でもポイント的には一緒じゃねえさっきと。岬周りかな。先の方の深いところだね。でもそのサイズなんじゃねえやっぱり。おい。でもそんな変わらんね。サイズアップ。ちょっと。そこで右斜め前ちょっと投げちょんと投げるぐらい、ああ もっと手前でいい、ああそれぐらいでいい、そこ沈めて、そこまで、そこでちゃんとそこまで取って、そこ取ってずっとずる引いたらちょんちょんしながら、まこちゃん全部そこを進化が当たっとるのをずっと感じながらこうやって引っ張ってきて。重たくなる。グーって。それもう一回入れ直した方がいい。その岬の先端がこうビューって出とるじゃん。出とるはずなんよ。まあ魚探かけりゃいいんだけど。魚探があればわかる。俺出たんじゃったっけ今。高級魚探がついとんじゃけ見えるんじゃない。何メーターそこ。うん。そうじゃね。何メーターあるそこ。ああじゃあそれから、そこの位置から岬に向けて投げてこうずーっと引っ張ってきてみて。もうそこフリーで落として。なあ、ダメなの？めっちゃ持ってったんやろ。何つけたん？やっぱりダメか。ああ。いやいや、なんだ。いいけど、もうフリーで全部落として、底つくまで。で、船が動きよるけさ、うまくこうラインをこうコントロールしてください。要はライン、あのボードがこっちに流れとるけ、ラインがこうなっとるはずなんよね。できればこうなっとる状態で当たりは取れんけ、できるだけまっすぐの状態にしながらそこを感じ取ってほしいんだけど、そこをちゃんとコツコツ当たるのを感じてほしいんだ。ナイス。俺ガイド天才じゃん。ほんまじゃん。素晴らしい。ネットないんか。そうか。ネットあるよ。いやいや。
自分で撮った方がいい、自分で撮った方がいい。すごいね、やっぱり。おお、天才。天才じゃん。クラウドガイド天才。入れてみたら？線はしたけさ、ライベル水貼るの分かるかね？ベイトタンクって書いてあるとこかいね。ダイヤルの横の左側のスイッチ。天才ガイドじゃね。天才じゃね。自分でもびっくりしただろ。横になるよ。いや、かわいいな。自作ベンズねんだ。うん。あ、え、なんかエア抜き？で空気が出るじゃん。わあ、面白い。どういうこと？エア袋にエアが溜まりすぎて、うんうん、自分が浮いてしまうって。すごいね。ほんまじゃ。で、そんなことせんやいけんのんじゃ。怖。もっと深いところから引っ張ってきたら、うん、反対になることもあるんで、ただそのままもう連れて帰れんじゃん。減量、うん、できんかったりするけ、あえていい空気を抜いてあげたり。水槽いい。え、水槽いい。違うよ。水槽じゃない。水槽じゃない。赤い水じゃないの。あの間違っても持って帰らんよ。マジ。もう買うんで。買うんで。決定。まあね、7月に会った時にまさか本当に買うと思ってないけどさ、こっちは。船買えばいいじゃないですかって軽く言ったら、いやそうなんですよって言われて、おーおーおーってなったんやもん。逆にビビったんだ。おかしかったもんね。うん、ちょっと待って。さあ、行くぞ。なんでダウンショットができんの？なんでかわからん。多分、あのね、リグり方がわからん。そこが取れんの、多分。そこが取れんの、投げるのもちょっと意味わかんないかも。まあ、それはまあ、あ、全然こう、そこを探れんのよね。そうですって言われる。ボートで、まあまあ、その重い根をつけて、そこを取る感覚を覚えればいい。もうなんならそこから外れんぐらいの重さでもいいかも、うん、そこから浮くけ。10なら10でもいいかも。あ、10なら10は私もある。え、そこに沈んだのは分かる。ほぼあのラインが動かんくなったぐらいの。そう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 、本当そう。感覚では感じたことないかもしれない。なんかごめんなさい。ラインが落ちていかんくなったな。で、そこ、うん、で、その後のこうコンコンっていう着底した時のコンが多分分かりにくいんだと思うんですね。そこを取った状態で引いてみる、うん、こうそこを取ったらゴロゴロしたの感じ取る。で、いっぱいやりよったら、うわこのコツコツ釣れるとかって思い出す。このコツコツは釣れんけど、このコツコツ釣れるみたいな。だんだんそんなになってくるんだって。ところってそこ取るといい。いや、もう全然わかりません。10グラムじゃけ、もう落ちたと思う。落ちたと思う。間違いない。あのね、引きすぎ。その、ちょっとこう、ピーって引き上げて、ラインがよれるじゃろ？引けるじゃん。ちょっとこう、ヒュッて上げてみて。もうちょっと、もうちょっと大きく。で、ラインが引けて、そこについたのがわからん。頼むじゃん。うん。で、感じ的にってことですね。コツみたいな。分からん。え、終わったんかなって。今、そこについとるのを、あの、今ライン付けとる。はい、テンションないよ、俺、夫に。ない。で、それをゆっくりちょっと、シュー、スーッと上げて、テンションのかかるところ。重さが分かるとこない？もう今分かってる。今分かってる？で、その、分かってるところと分かってないところの間。分かった、分かってない。ちょっとそれか。ごめんなさい、ラインが。もう、ここよ、ここ。ここ。
ここ。これ今受け取る状態。ここ。ここ。このピッてやったら、これ今貼るの分かる。あ、分かります。このリールの先のラインみたいな。リールの。リールの先？ここのリールの先のライン。これ夜取るじゃん。ああ、なるほど。これが貼った時にこうピッて綺麗に貼るじゃん。うん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 。ここ。ここが今そこ。ああ。でこれをこれね。わかるけど、このラインのロットがわからん。ロットが…なんで？なんでだろう。ちょっとわかりづらいと思う。お、ここ天才ばっかりなんだよ。どうしたらいいんだろう。いや、わかるんだよ。ちょっとね、ロットがわかりづらいと思う。なんだろう、そうなんだ。そうじゃね。あのね、やっぱりね、多分違うロットだったらね、わかると思う。でもなんとなくわかるね、そこが取れんっていう、うん、なんか一番最初ってそこが最初の頃わからんかったもん、うん、何そこが取れる、取るとか取らんとか、うん、でもそこが取ることによってバス釣りってめっちゃ変わるよね。あるね。そこ取れる人とそこ取れん人って絶対的に釣果が変わる、うん、だってそこが取れるようになったらクランクのこうボトムノックする分も全然変わるもんね。あのただ引くだけじゃない、うん、ボトムノックする時のこう回避能力とかこう当たった時のなんか物の違いとか、これなら抜けれるとか、うん、ああいうのがすごい変わるけ、やっぱそこ取るって自分で巻いてても強弱つける。うん。ペダルを見ない。目線は絶えず岸に。釣りたい方向へ。魚釣りをしに来てるんでしょ。エレキ操船しに来てるんじゃないんだよ。ボス釣れとるじゃん。抜き上げろ。ナイス。なんで釣れたん。フリーリーグで。やった、これでフリーリーグを取得。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ボボボって聞いた。ボボボって聞いたん。それわかったん。誰も言えんかった。当たりがわからんかったね。当たりがわからんかった。そこは分かってきたん。ボトムを一生懸命感じようとしとったらなんかちょっと違うもの触った。おー、ナイスです。やった、嬉しい。で急に愛おしい。もうちょっと連れて帰りたいですよ。いやいや、アウトなんだっちね。アウトなんだっちね。ルカツがここに帰れるじゃん。え、嬉しい、めっちゃ嬉しい。帰れるじゃん。あんなちっちゃいのちょっと手震いますもんね。なんかリリブで、え、リリブですよ。やばい、リリブですよ。ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。どうやったら上手にこれ掴めるんですか。エラの後ろをギュッて握る。ただ気をつけんと刺さるけんね、背びれとかが。わかりました。え、私の魚いません。やめろ。やった。え、ちょっと写真じゃ撮ってもらおう。すげえ、模様がすごい。すごいよね。動画、動画なんですけど。え、写真は待ちにしてもらって。ナイスフィッシュです。ファーストフィッシュ。ファーストフィッシュ。ファーストフィッシュ。嬉しい。ありがとうございます。模様めちゃくちゃかっこいいもん。うん、ね。ファーストフィッシュ。ちっちゃいけど。めっちゃかわいい。中やん、こっち。ありがとうございます。ピッ。ありがとうございます。あとは動画で。はい、ありがとうございます。はい、プロチャンネルで。そっち返すの、こっちじゃない。動画のこと考えてもらっていいですか。ああ。ごめんごめんごめん。怒られる。する。またね。またね。すごい怖いけど。バイバイ。これ大丈夫かね。帰れるんかね。帰って。また来てね。光って見えよ。嬉しい。ありがとうございました。よかった。今日もガイドしてもらって。
お買い上げありがとうございました。どんなに頑張っても何も僕には入ってきませんけどね。ボランティアで報われない恋みたいなもんですよ。なんかかっこいいな船長さん。なるななるな、なんか必死にエレキを見つめとるような気がするんだけど。さあ着岸です。おお、オッケーじゃない？よかった？いいんじゃない？よかった？よかった？ナイスナイスです。まだ？これね、その間に刺すよりは思いっきり面に乗した方が、間に刺すと薄いところに当たるけ、ここの真ん中が一番硬いところだけ、ここは少々乗っとっても大丈夫。ただそうすると。これが安定感がめちゃめちゃ悪いけ、気をつけないと。降りるときですね。そうそう。降りるときです。もしあれならここにロープつないで、なんかその辺に、まあ、トレーラー結んでもいいし。くくりつけたりとかして。で、一応流れ電よりよく漂流させておく。ここはまだね、これらがあるけいいけど、中山とか、うん、中山とかで対岸行ったらね、もう今日誰も混んでっていうのがあるけんさ。そうなったら、レスキュー、レスキューって電話せねえけど。そうなんだ。誰に電話するんですか？しっかり取られますよ、しっかり。ちょっとその辺ブルーって回ってみて、うん、バーって感じをどれぐらい回したらどれぐらい進むか。で、何遍失敗してもええけ、まっすぐ入る感覚をこう、うんうん、そんな感じ。風がこう流れとるけ、この辺で入ってきたら大体まっすぐに来る。この辺りにまっすぐに、ここへめがけて入ってこようと思ったら絶対にこっちに流れるけ、めがけてくるときはここへめがけて入ってくる。おお、回るんだ。そうなったら大変なんです。そのままゆっくり流されたらいい感じかもしれんけど。やばいね。入るかな。あのここにめがけて入ってくるとは言ったけど、最終的にはセンターに。ここにめがけてきながら最後はセンターに。でもあそこで今言ったら多分迷うだろうなと思ったけど。ハンドコン回したらね、ちょっと楽な。ここか。ちょっとだけ楽に。重いらしいよ、重いらしい。中屋重い。あ、ですよね、私ですよね。そうそう。感じたやつ。まあでも、まあまあ上手に刺された。うん、初めてにしちゃう。一発目にしちゃう、うん。めちゃめちゃ上手だった。なんかあの辺でごちゃごちゃするんかも。そうそう。あーって言うと思うんだ。そのローラーにガチンってぶつかるかと思ったのに。うん、かっこいいね。
絶えず動画のことを考えてこうね撮影には臨んでもらわんと。よかった二人とも連れて。よかった、嬉しかった。コツンって当たったけ上げとるって感じ。ああ、じゃあそれでいいよ、それがいい、それで十分やね。ゴリゴリ言うのが分かってくると。大丈夫かな、分かるかな。まあやる、何回もやるしかない。うん、多分あのネコリグとかで釣るのは楽しいけど、絶対釣果は伸びるよ。ネコリグとかの釣果も伸びるし、テキサスとかやったりする、まあ、元も分からずネコリグやってるわけですもんね。うん、確かにね。クランクとかの釣りも多分変わると思う。底が取れ出した。なんで？底にこうクランクが当たった感覚とかが分かってくるけ。浅い系当たるじゃろ。浅いところ投げれば当たるけ。もちろんディープクランクだって使えるようになるし、でそこを取る練習って絶対的に必要だと思うけど、絶対釣果は伸びる間違いなく。でもイメージやけね。イメージがねできてないもんね。釣れんかったイメージって絶対できんじゃん。今回みたいに釣った時のイメージって残るけど、釣れんやったけど釣れんかったのイメージは、うん、分からんままそのまま持ち越すけ、まあ、正解かどうかも分からん、うん、結局釣らんと、魚がおらんかっただけで正解だったんかもしれん、うん、でかい小さいは関係なく魚釣ったやつの方が絶対うまくなると思うけ。一つ前に進んだね、うん、頑張ります。頑張りたまえ。誰？ YouTube やっててよかったわ。どこでか、おかしいです。グラチャンネル様様です。あとの話は。ちゃんとカメラ全然ないけね、そんなの。全くないけね、これがまた。ボランティアに。これどうやって ID 出すんか。いや知らんなんで。バーコードが、QR フルフルとかある、ね、フル QR フル、もう限界です、もうキャパがいっぱい。フルフル、はい、はい、こういうのやったことないけど。おっさん二人で LINE 交換でおもろ。はにかみながら LINE 交換っていう。開きました、はい。キャバクラか。お願いします。お願いします。すいません、そんな深々とすいません。ありがとうございます。